僕もこの光景を目の当たりにした時は君と同じような顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手のロビンだ。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないならハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパニーのことを嫌ってるから、絶対に嘘は言わないよ。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部、最も単純な光塩水の表現技術だ。ガーデン・オブ・リコレクションの承認を受け、カンパニーが所有しているね。ここまで来ても君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うかい？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では全ての人の安全を保障する。危険に遭遇した人がいたら強制的に目覚めさせて現実世界に戻れるようにするってね。彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、破られることのない堅固な防衛線を築いてる。その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて、ファミリーの許可がなければメモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすました招かれざる客、正体を隠した司令。アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて次の犠牲者になるのは誰かな。大丈夫、君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。僕は喜んで待とう。ただ君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えているってこと。くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら黄泉とは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。そう思わないかい？でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がないなんて誰が言い切れるのかしら。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。歪曲や付け足しは一切ないわ。カンパニーはガーデンと違って記憶にできることはかなり限られてるからね。それについては君もよく分かっているはずだ。マイフレンド、回りくどい話はやめて単刀直入に言おう。僕は個人的に請求列車と協力したい。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのは
あくまで仕事のため。僕はカンパニーのために失われた財産を取り戻したいんだ。わかるだろ？つまり辺境の監獄の所有権さ。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから、今回だってきっとロビンの死を隠し通してみせるだろう。このまま静かに泡となって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろ。だからマイフレンド、君の助けが必要なんだ。僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。それを崩そうとするなら先にいくつかのほころびを作らなくちゃいけない。ほころびが生じればカンパニーにも取れる手段がある。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、交渉のチップも手に入ってファミリーをテーブルにつかせられる。僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのはこの瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの介入を全力で阻止しようとしてくるだろう。でもきっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちを必要とする理由だよ。請求列車の名声は広く轟いているから、調和も君たちには公正な評価を与えるはずだ。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカンパニーの仕事を全うできる。これぞウィンウィンってやつさ。急いで答えを出す必要はないよ。一旦仲間のところに戻って彼らと相談してみるといい。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。はい、僕の連絡先を渡しておくから、結論が出たら教えてくれ。ああ、それからこれも持って行って。調査を進めるにはどうしたって資金が必要になるだろう。ほら、遠慮しないで受け取ってくれ。じゃあまたね。君たちと一緒に死の真相を明らかにできることを心から楽しみにしているよ。アベンチュリン、言うだけ言って行っちゃった。確かに無理強いする気はないみたいだけど、なんか引っかかる。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないように見える。でもアベンチュリンさんは賢い商人だから、そんな単純な腹積もりではないでしょうね。彼はまだホタルさんのことを知らない。でもあなたの反応から何か感じ取ったのか、あえて話題を死の真相に誘導してあなたを彼の論理に巻き込もうとした。反応が早く、思考も論理的。あの人と組むのは危険だと言わざるを得ないわ。それは本当の悪であることが前提でしょ。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は
一つだけじゃないわ。暗い森の中で狼の群れに囲まれた時は、まず自分が逃げられるようにすることが大事なの。他の問題については、二つの事件が同一人物の仕業だと断言するつもりはないけれど、あの大きな傷口はあの翼の刃によく似てる。あいつの強行の瞬間は見たことがあるでしょ。それに無境の中で誰かを死に至らしめる可能性があるものなんて現時点では他にいないわ。悪いけどその質問には答えられないわ。あのレンジャーはあまりにも謎めいているから、誰も結論なんて出せないんじゃないかしら。でも間違いなく彼女はこの宴で最も特別な客人でしょうね。さっきアベンチュリンさんが言ったように、彼女と距離を置くに越したことはないわ。ごく短い時間に相次いで二人の犠牲者が出た。そのこと自体が異常すぎるわ。考えられる可能性は二つ。一つはピノコニーの無境の崩壊が少しずつ加速していて、それが死を異常なまでに活性化させ、ファミリーの保護も脆くなり始めているという可能性。もう一つは全ての行動が何者かの計画によるものだという可能性よ。仮に誰かが意図的に最初に密航者を、次にファミリーのスターを狙ったのだとしたら、犯人は相当用意周到な人物なのでしょうね。何もかもが突然すぎて、私も推測することしかできないの。ここを出たらちゃんと仲間と話した方がいいわ。あなたたちが混乱した思考の源を明らかにできるといいのだけど。さあこっちに来て。短い道のりだけどはぐれないようにね。ここから出られるわ。私たちもお別れの時間ね。まるで全てが悪夢みたい。残念だけど記憶は嘘をつかないの。私たちがさっき目にしたことは全て実際に起こった現実よ。目が覚めたからといって頭の中から消えることはないわ。でも怖がることもない。ただ心の選択に従えばいいの。私たちはそうやって世界を渡り歩き、様々な影を残して、最後には大切な思い出を残してきたんだもの。ああ、ちょっと待って。これは私からのささやかな選別よ。いつかあなたが記憶域の深海に飲まれ、運悪くメモキーパーの助けも得られなかったとしたら、それが私の代わりに道を示してくれるわ。私も義理や人情は大切にしているの。
あなたに隠し事をしていたお詫びだと思ってちょうだい。まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。だからここでお別れしましょう。次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか楽しみにしているわ。ファミリーの代表、姫子たちは大丈夫かな？いろんなことがあったな。急いで頭の中を整理してみんなが来るのを待とう。自分のせいで死んだ者の夢、彼らはまだ生きている。それはあなたも同じだ。あなたにはまだ選択の余地がある。そのオルゴールを置いて去るがいい。選択？壊滅の血の道にためらう余地などない。トフェとの縁、たとえあなたが命を捧げたとしても、あのアイオンの恩寵は受けられない。レンジャー、お前が歩んでいるのは狂愛な遵守の道。理解できないのも無理はない。私たちは炎の中から誕生した。炎を浴びて生まれ、広がり、焼き、破壊する。薪が燃え尽き、全てが死の灰になるまで。燃焼は閻魔の一生であり、始まりと終わりでも、私たちは生まれた瞬間から死に向かっている。
壊滅のために生まれてくると、宇宙の真理一側面を貫くためだけ。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが、彼らはあなたのために必死に生きる機会を勝ち取った。あれらは私の子だ。かつての私と同じようにまだ白熱していない火だが、まだ若いから責めることもない。しかし私の炎はすでに弱まっている。残された時間も少ない。遠くの宴の星が見えるか。私はあそこに煉獄を持っていく。ゆえにここでお前を超えなければならない。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上で、お前は私の遥か先を歩いているから。知れ。お前は自分の正体を隠せ。その刀を抜くがいい。私たちはここに留まり、死闘を繰り広げることになる。なぜなら、私がそうすることを選択したから。壊滅とは壮麗な瞬間だ。醜く存続を求める一生はあまりにも長すぎる。たとえその答えがあなた自身を破滅させるものであったとしても。答えは重要ではない。重要なのはお前の存在と同じく、それが存在しているということだ。全ては滅ぼされるために存在している。司令とて例外ではない。虚空の中でも美しい夢は生まれる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。分かった。受けてたと。お前はこの世界で最も輝かしく激しい炎を目の当たりにするだろう。この燃え盛る光がお前の底知れぬ夢を照らせるよう祈っている。底知れぬ夢、その通りだな。だがあなたは一つ誤解している。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲や軽蔑が理由ではない。この刀は私が人に見せたくない秘密なんだ。ただ敬意を表して。あなたには正直に言う。遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くことを願う。私は今でも夢に見る。引け。まだあなたの番ではない。私の番ですか。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。
あなたが手を出したのはあくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。なぜだ？運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思いません。彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰も避けては通れない。しかし結末が訪れるまでは私にも選択する権利があります。ですがあなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。あなたは一体何者なのですか？おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、性格反対について知っていても不思議ではない。それだけのことだ。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを？私はよく忘れてしまうから。記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。だから私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰かわかる。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか？まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。これは双方にとってメリットがあると思います。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがあなたの口からそんな言葉が出るとは思わなかったな。それでこれからどうするつもりだ？あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。彼女を探しに行くのか？その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。それは請求列車に共に大いなる遺産を負わせること。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果はご覧の通りです。私は今ここであなたと対峙している。つまり失敗しました。脚本には逆らえないということですね。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。まあいい。別れる前にもう一つ聞いてもいいか？あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか？運命が見た未来の中で私がどういう脚注を残したのか知りたいんだ。残念ですが一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか、自分のせいで死んだ者の夢を。答えはノー。
一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。ごめんなさい、あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。本当にあのメモキーパーの言葉通りになっているな。みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだできることがある。例えば犯人を見つけたりとかな。まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出したことがあるの。美月ちゃん、私たちが交渉したファミリーの代表が何て言ってたか覚えてる？名主人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするためファミリーにご協力くださいって言ってた。あれってホタルのことだよね。今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたいだった。それにもっと前に起こったはずの事件についても口を閉ざしていたわ。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。この件が広まればピノコニーは文字通り血の川になっちゃうから。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求めざるを得なくなった。調和セレモニーが目前に迫っているから彼らも手が足りなかったんだろう。それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから、成り行きに任せてたくさんの人を巻き込むことで状況をコントロールしようとしたのかもしれないわ。この二つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒しているのはよからぬことを考える訪問者でしょうね。例えばあのカンパニーの死者とか。そうだな、彼はあの巡回レンジャーのことをとても気にしている。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。アベンチュリンが黄泉を告発した理由もかなり微妙な気がするけど、彼の話を信じていいのかな。こうなって今私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めてできるだけ多くの可能性を並べてみよう。それから矛盾を一つずつ取り除き、残った事実が少なくなるほどそれが真実である可能性が高くなる。ただこれだけ多くのことが起こっても俺たちは遺産の渦の中をぐるぐる回っているだけの気がするな。今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも調査を始める前にファミリーとアベンチュリンには何て返事すればいいの？これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思う。列車の乗員の人格を信用していなければ外部の人間にスキャンダルと呼べるような事件の調査を依頼したりしないもの。それにここはファミリーのテリトリー、彼らと手を組むことは今後の行動においても役に立つはずよ。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は
俺たちと交渉する時こそ意図的に腰の低い人物を演じていたが、言葉に出さないところで相手をじわじわと追い詰めていた。彼は感情と論理の両面において相手を納得させる説明をしている。無理強いはしないと言ってはいるが、その意図は明らかだ。だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。アベンチュリンさんはわずかな言葉で自分の手腕を見せつけた。利害さえ一致すれば頼もしい味方になってくれるだろう。俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。カンパニーと協力することはバランスを取るという意味では悪くない。どちらかに別の企みがあったとしても俺たちは関係を断つことができるからな。つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。ああ、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて判断するしかないだろう。理屈は分かるけど、ここって悪いやつが多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。この子だって何度もひどい目に遭わされてて、正直もう見てらんないよ。あんたってダメ、そんな理由認めないんだから。もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。いざという時は逆にあいつを利用しちゃおう。それじゃアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。みんな今のうちに頭の中を整理しましょう。アベンチュリンはこの結果に満足してるみたい。みんなにも伝えよう。アベンチュリンさんの目標はカンパニーのためにピノコニーを取り戻すこと。そのためには何としてもファミリーを倒して大きなほころびを作る必要があるわ。死の存在はファミリーに隠されているけど、一体どこから手をつけるつもりなのかしら。切り口は誰もが注目するようなポイントじゃないといけない。でもその過程が目立ちすぎてもいけない。宿泊客に手を出すってこと？それは考えにくいわね。ピノコニーに来ている人たちは宇宙で有名な大物ばかりで、カンパニーでも簡単には手を出せないの。アベンチュリンさんは賢い商人だから、それを分かってないはずがないわ。彼の狙いがファミリーであることは間違いないけど、方法がわからないのよね。調和はピノコニーで大きな勢力を持っているから、正面から対抗するのは難しい。カンパニーがアベンチュリンさんを派遣したのも、彼らが正攻法に頼るつもりがないことを物語っているわ。アベンチュリンさんは相当彼女のことを気にしてるみたいね。でもあの巡回レンジャーについて私たちが知っていることはとても少ないから、何も判断できないわ。私もその可能性を考えてたの。特に彼はあんたのことをとても気にしていて、
何度も意図的に近づいてきた。彼もあんたの真の実力が分からなくて探りを入れてるのかもしれないわね。そうね、今はただ考えることしかできない。いずれにしてもアベンチュリンさんを相手にするときは用心した方がいいわ。彼は人の心を操るのがうまくて、いつ手を出すべきか心得てる。それに彼は明らかに生まれながらのギャンブラーで、勝利のためなら全てをかけることも厭わないでしょうから。アベンチュリンさんの言葉の中でもう一つ気になっていることがある。彼は何も証拠がない状態で、あの巡回レンジャーがロビンさんを殺した容疑者だと告発した。だが彼女と記憶域ミームの関係や、なぜ君のそばに潜伏していたのかについては一言も触れていない。ここまで明らかに根拠のない推論は、君の信頼を得る役に立たないどころか、かえって怪しまれるだけだ。もしかするとアベンチュリンさんの目的は最初から信頼を得ることではなく、君にヨミさんに対する疑念を抱かせることだったのかもしれないな。そうすれば状況はさらに混乱して彼の望む結果になる。ただ来ると言っていたはずのアナイア・レイトギャングが消息を絶ったことについては、列車に残っている炭鉱にも確認した。これはアベンチュリンさんの作り話ではないようだ。ところで君はこれまでに何度かヨミさんに接触しているだろう。彼女はどんな人なんだ。なるほど、確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致するな。あの連中は不思議で捉えどころがない上に一匹狼でいたがる。疑われるのも無理はないな。いずれにしてもアベンチュリンさんのことを完全に信用するのはやめた方がいい。彼に振り回されるわけにはいかないからな。クロックボーイ大好き。ファミリーを倒したいなら大きなほころびを作る必要がある。これまでの彼の行動、その目的は一体何なのかしら。死んでなんかなくて、まだどこかで元気に生きてるような気がする。全部ただのいたずらだったみたいに。だってこれって夢の中だよね。なんで夢の楽園で人が死ぬの。いいことしか起こらないはずでしょ。はあ、あの大劇場を見るとついあれこれ考えちゃう。だってファミリーがいたからこそ今みんなを笑顔にする夢が存在するんだもん。ただあの人たちのことがよくわからなくなってきた気がして。町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰も知らない。なんか実感が湧かないな。まるでホタルやロビンさん、それにうちらも別の世界の人みたい。むしゃくしゃする。冷たいソーダでも飲んで落ち着きたいの。でもそれじゃあ町の人たちと同じになっちゃう。これ以上アベンチュリンさんからの要求はないようだから、先にファミリーの依頼を片付けようと思うんだが、姫子どう思う。今のところ彼女が目撃した二つの殺人事件が最も直接的な手がかりだから、そこから手をつけるのがいいと思うわ。一つ気になるのは、
夢の中で誰かが死んだ場合、その人は現実世界でどうなるのかってことね。ファミリーの意向もあるわけだし、まずは現実世界に戻ってホテルでホタルの状況を確認してみるのはどうかしら。そのついでにロビンさんの情報も探ってみましょう。なら二手に分かれて行動するのはどうだ。実は無境の中にも少し気になることがあってな。俺は先にそちらを調べたい。君たちとは後で合流しよう。気になること？そう、分かったわ。じゃあそっちはお願いね。え？ついに姫子と幼児ちゃんのタッグが見られると思ったのに。じゃあ幼児ちゃん気をつけてね。あ、何かあったらすぐ連絡してくれ。お客人、出てきてくれないか。そんなにジロジロ見られると私も落ち着かないんだが。これは失礼。俺はベルトよ、請求列車の一員だ。俺の仲間には会ったことがあるだろう。ベルト？ん？その名前がどうかしたのか。その前に私の名前を聞かないのか。その必要はないだろう、ヨミさん。君は今やピノコニーの有名人だ。彼らは何と言っている？ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも同様に君の刃によって惨めな死を迎えた。そして君は次にピノコニーで血の雨を降らせようとしているとな。アナイア・レイトギャング？映画鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太后は死にゆく体を劣化に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な運命の後人だ。たとえ悪党であってもそんな言い方をされるべきじゃない。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの兆頭があなたのブラックホールよりも危険だと思っているのか。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖の本当の姿は見抜けなかったんだが、それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在的な危険分子として君は俺たちのことを不快なまでに知っている。正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟をした方がいい。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を解いてもらえるなら喜んで協力しよう。あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャー、ヨミ、それが今の私の肩書きだ。そしてピノコニーを訪れたのはある遠い昔の医師のため。私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。これで十分正直に話していると思う。まだ自分の正体を明かしたくないのか。明かしたくないというよりできないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。この身に課せられた諸々を言葉で説明するのは不可能だ。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も
請求列車がなぜ性格を持って銀河を旅しているのかは聞かないでおこう。彼女は大丈夫か？あのメモキーパーは何もしていないよな。彼女のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうかは君がどれだけ正直に話してくれるかにかかっている。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、気づいたことがある。それはピノコニーの秘密はかつての開拓と深い関わりがあるのかもしれないということだ。だからあなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリーの内部に潜んでいる。あなたが私を信じてくれるなら、一緒に証拠となる事実を探そう。ベルトさん、あなたも同じ結論に達しているんじゃないか？ここまでにしよう。とりあえず君に敵意がないことは信じる。君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるまで曖昧な推測で他人の判断を乱したくないからな。わかった。そうだ、何か飲むか。出発前に夢からの目覚めを2杯、いや4杯どうだ。これからの話は長くなるだろうからな。私は彼女をずっと見ていた。そして最初の正体はホテルの宴会場だった。彼女は宴会場の隅に座り、ただ静かに夢からの目覚めを飲んでいた。一杯、二杯。私はこの飲み物は辛くて苦く、美しい夢の味じゃない。スラーダに飽きた人にしか向いてないと言ったの。でも彼女はこう言った。そうか。私には両者に違いはないように思えるが。現実世界の客室は意外と質素だった。あなたの外見と同じようにね、ヨミさん。浪せずして手に入れたこのオルゴール、アナイアレイトギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、遠い未来のことも予言できる。ちょっとした手を使えば死者に口を開かせることだってできるの。アナイアレイトギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち、彼らに一体何があったのか、私が明らかにしてあげる。12のメモリー、12の無境。お父様、私はそれをあなたに捧げましょう。よくやった、デブ。奴らがどこに逃げよう、やがて終わりは訪れる。
ぼんやりとしてるけど、これはアフリートの声。もう一人は彼の子供かしら。最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。それでその後は。奴らは眠りの国に行く。ただ風雨に邪魔されずに眠ることだけを求めている。炎の子ライオン、これはお前たちの成人の儀だ。こいつが出るまでもね、私だけで十分だ。壊滅を行く命知らずが死を怖がると思うか。映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち。彼らはこの先で何が待ち受けているのか知らないのね。でも記憶の復元は順調。彼女が来る。もうすぐ来るわ。ここには他に誰もいないから、上品に振る舞う必要もない。私も全力を出さないと。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんな。このオルゴールがヨミさんの手に渡り、彼女によってピノコニーに持ち込まれたのは事実。そのはずなのに、その途中で。まるで消されたみたい。誰がそんなことを。あなたは誰ですか？これは。いいえ、これは記憶の一部じゃない。あら、メモキーパーさん。あなたはガーデン・オブ・リコレクション、それとも焼却人に仕えているのですか？私はコンスタンス。お会いできて光栄です。本来なら私たちはピノコニーで出会い、共に心に深く刻まれる時間を過ごすはずでした。ですがそれは叶わないようですね。宴の星はダリアを歓迎していませんし、私も成人の儀など必要としていません。そしてあなたは。私はあなたが何を探しているのか知っています。彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから。私の代わりにその宴を楽しんでください。あなたに忘れられない記憶が残りますように。電話出た方がいいかしら。Thank you.
先日スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の首長連邦国家を創立。スターピース会議で正当な席次を獲得しました。首長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これによりこの星の血塗られた長い歴史に終止符が打たれ、世界を騒がせたカティカ・エビキン絶滅事件は遠い過去のものとなるでしょう。ツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大星系が交わる無主地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪であることで有名です。さらに常に小惑星の衝突の脅威にさらされているため、今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の種族に分かれ、多くが遊牧を営んでおり、乾燥して雨の少ない荒野の中で過酷なサバイバル生活を送っています。そしてアイオーンの体系から完全に独立した民族信仰を発展させていました。ツガンニア、ツガンニア、乾ききった暴風の目、神々に見捨てられた地、意地はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない、流星で我々を撃ち、風雷で我々を鍛え、裂けた大地で我々を撼む、あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら屈強という名の剣の下に置いた三つの目を持つ地母神よ、この声が聞こえたならどうか目を開けてこの子を見てください。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ羊水の中で眠っていました。そして今私も夫のいる場所へ向かっている。私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。ただ産着で眠る我が子が母の鼓動を、雨降る大地の音を夢見ることができるか教えてください。命とは刹那に過ぎ去る夢でしかないのか教えてください。そうでないならなぜこの子は生まれたばかりで死を迎えようとしているのでしょうか。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。雨、雨、そう、雨だよ。本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あの人たちが本当に雨を呼んだんだ。お母さん、これでここから出られる、家に帰れるよ。家に帰る。ああ、三つの目を持つ地母神よ、あなたなのですね。私の祈りが届いたのですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
守護神の恵みを降らせてくれたの。あなたは幸運な子、祝福された子。あなたの名前と同じように神がエビキンに与えてくれた贈り物。ああ坊や、地母神があなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ、ギャンブラー。ああ参ったな。スラーダを飲みすぎたのかもしれない。君がこんなに早く戻ってくるとは思わなかった。それで何か見つかったかい？君の推測通りだった。外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころかかすかな噂すら流れてない。そしてテレビではまだ式典のリハーサルをする彼女の様子が流れている。おそらく替え玉だろうがな。人々は夢を見ているんだ。まあそうだろうね。ファミリーが築いた夢の中で死が訪れるなんて誰も想像してないだろうし、ましてや被害者が調和セレモニーのヒロインだなんて。正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死なないと分かるまでね。危険があればすぐドリームプールに強制的に目覚めさせられる。そして後に残るのはただの悪夢を見たような感覚だけ。だから確信したんだ。この事件の裏にはもっと大きな秘密が隠されているはずだって。なら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。君の代わりにオーク家とのコネクションを作りに行った時、彼らも頭を抱えていた。死者はロビンの他にもう一人いる。密航者ということ以外具体的なことはわからないが。2件の殺人事件？なるほど。だからあの七死人の様子がおかしかったのか。きっと彼女はもう一つの事件に遭遇したんだ。この件の犯人は本当に狂ってるな。でも殺人事件はちょうどいい突破口になりそうだ。ファミリーの汚職を告発すればカンパニーが介入するための糸口にできる。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンの替え玉まで用意していた。この二つの事件はきっと隠蔽されるだろう。どうすればいいかな。またとないチャンスだから失敗は許されない。慎重に慎重を重ねないと。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど慎重に選ばないといけないからね。一番わかりやすいのはやっぱりロビンかな。覚えてるかい？あの仮面の愚者は僕に口の聞けない人を仲間にするよう言ったんだ。ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。普通の人は気づかないかもしれないけど僕の耳はごまかせない。あれは気管が発してる声じゃなくて調和の共鳴だ。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら残る可能性は一つだけ。ファミリーに問題があったか、ロビン自身に問題が起きたかだ。それを確かめるために
どんな手を使ってでも彼女に会いたかったんだけど、彼女は死んでしまった。僕の目の前で全負けした挙句、自分を容疑者にしてしまうとはな。現場には目撃者がいたから、ファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後おそらく君はハウンドの監視の下で過ごすことになるだろう。現状は楽観できないね、教授。まあ冷や汗が出てきた。この局面まだひっくり返せる可能性はあると思うかい？確率を聞いているのならあると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。ピノコニーの土地柄に合わせた言い方をするなら夢を見るようなものだ。だがもし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというのなら、ちょうどいい人物がいる。あの男はもう一度君に会いたがっている。あの男？サンデーだ。はあ、公に審問を受けるのかい？それとも裏で取り調べを受ければいいのかな？前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど、そういうことか。全部納得がいったよ。死んだ人は話せないけど、生きてる人間は。レイシオ、今なら確信を持って言える。ファミリーの内部には間違いなく問題がある。よく見ておくといい。あの男の妹が死んだんだ。彼が黙っていられるはずがない。こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。案内してくれ。お楽しみはこれからだ。着いたぞ。朝露の館、オーク家の要塞。各当主が集まり、ピノコニーの体型について議論する場所だ。要塞？いい例えだね。この前イーマニカ星系の軍閥を相手にしたけど、彼らの同期機動農場ですらここまで厳重な警備じゃなかった。ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ一般の客は一生ここに足を踏み入れる機会はない。自由に動けるうちによく見ておいたらどうだ。ねえ教授、随分な言い草だけど、君は一体どちらの味方なのかな？僕が君を裏切らないと誰が保証できる？見てろ、その支配欲に満ちた大久家の当主に会ったら、僕が彼の口から答えを引き出してみせるから。ついてこい。彼の応接室に案内する。余計なことは言うな。ファミリーの相手は僕に任せるんだ。この二人、この先は会議を行う場所だぞ。部外者は立ち入り禁止だ。サンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。レイシオという名は聞いていると思うが。ああ覚えているぞ、ベリタス・レイシオ。
君のパンチ化層粒子時計は実に印象的だった。何の話だ。君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには及ばないがな。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在しない。君には見えないだけだ。言っただろう。ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。さあ早く行け。サンデーさんを待たせないようにな。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。この先は？扉が閉まっている。僕たちだけでどうにかしなければならないようだな。僕が言いたいのは、ここには扉すらないのに前はどうやって中に入ったのかってことなんだけど。セキュリティ上の理由からファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。そこに行くための仕掛けはつぐみの彫像の中に隠されている。彫像の向きは変えられるようになってるんだ。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせていたが。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。行ってみよう。もちろん全方向を試してみるっていう手もあるけどね。償いたまえ。始めよう。大事ない。気をつけて。当たりだ。僕が出そう。出発の時間だ。その日当たった人は消える。負けられないな。任せろ。君らはこの力についてセーブし、君らに選ぶ余地はない。涙。君らはこの力についてなせるし、君らに選ぶ余地はない。当たりだ。
きに使ってくれ。痛い目に遭いたいのか。遊んであげるよ。いい度胸だ。知り添って6羽のつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒントだな。でもこれって本当につぐみなのかい？そうだが、どうかしたのか？いや、ただこんなに大きなつぐみがいるのかなって。僕が見るにこれはハードイーグルだと思うんだよね。五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ、カタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しないといけないんだ。これが正解だった。実に素晴らしい発見だ。君には天才クラブに入るチャンスを譲ってやろう。本気で言ってる？てっきり君はとっくに諦めたものだと思ってたけど。ただの冗談だ。伝わらなかったか。中はすごく豪華だね。サンデーは自分に清廉なイメージを植え付ける気はさらさらないらしい。忠告しておこう。ここは無境だ。この屋敷のインテリアがどんなに豪華でもピノコニーには微塵も影響を与えない。つまらないところでファミリーのアラを探そうとするのはやめた方がいい。なあ、君の言う通り、ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。きっとサンデーもそう思ってるんじゃないかな。それじゃ下の階に行くとしよう。運試しと行こう。
待て。どうかしたのかい？まさか道を間違えたとか？間違えたわけではないが、この扉には鍵がかかっている。おいおい、君、本当に彼と約束してるのか？これはテストだ。話をする前にサンデーに自分の価値を証明しなければならない。僕の認識が間違っていなければ、この広間で扉を開けるための方法を見つける必要がある。さもなければここが僕たちの監獄になるだろう。脱出ゲームってことか。面白い。真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。まずは戻ろう。ヒントは大方あの目立つ箱庭の中にあるだろうからな。うーわ、大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入ってる。どうやら君の言う通りだったみたいだね。前に来た時はこんなスロットはなかった。あの男が意図的に作ったのは明らかだな。君の天才的な頭脳ならここに何が置かれていたのかも覚えてるよね、教授。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。力に精を投じ、君らに選ぶ余地はない。いい度胸だね。痛い目に遭いたいのか？ベッド。お別れの時だ。出発の時間だ。見つけた。あれだ。
私の過去の傷。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君こんな小物のことまではっきり覚えてるのかい？それにしてもこの見た目なんだか通り抜けるだけで人を小さくするトンネルを思い出させるな。僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計なことは言わない方がいい。積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだことがないからチップを積むのとどっちが面白いのかはわからないけど。
たりやって完璧だ。え、次は？嘘だろ、体が小さくなった。夢でも見てるのか。ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのことこのまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうやってファミリーの内部に潜入して。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。黄金の時の基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。なら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキキキキキキキ基盤模型へようこそ。そそ、私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。ガイドを生成しています。しばらくお待ちください。最寄りのチェックポイントを検出しました。お、私の背後のガチャ模型をご覧ください。何がなんだか。ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。ガチャの模型だ。地面に操作できる場所はないね。上にあるあれかな。教授、ちょっと手伝ってくれ。やっぱりだ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコニーの巨人にでもなったつもりか。
着目して待とう。ほとばしかかる。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに。これでようやく静かになるな。償いたまえ。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。出て。痛い目に遭いたいのか。まさか食材の時だ。あなた、それとも運命だ。僕が質問する。アイナスター、始めよう。いい度胸だね。出発の時間だ。全て涙。生徒たち、君らに選ぶ余地はない。あなた、それとも予言ではなく。もう限界か、答えてみろ。また罪を背負ってしまった。知識は世俗から遠ざけるべきだと。これだ。楽しい一人の時間というのは
あっという間に過ぎ去ってしまうものだな。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないが。これで全部集まった。楽勝楽勝。楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。
君が生きて箱庭から出るのを見ると残念な気持ちになるな。サンデーはこの扉の奥にいる。これは僕の薄っぺらい見解だが、彼は一筋縄ではいかない相手だ。覚悟はできてるか？もちろん。ま、覚悟が必要なのは彼の方だと思うけど。君の計画を話してみろ。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。人と交渉する時のカードは利益か恐怖、この二つしかないからね。君は本当に誠意というものを理解していないようだな。それ僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。僕たちは死を利用するんだから。妹が死んだ以上、あの男がじっとしていられるはずがない。これが恐怖だ。そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。彼は地位や立場が邪魔で自分ではできないけど、僕ならできる。これが利益だ。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ対立しているカンパニーの人間に頼んだりするか？理由なら単純なものさ。今回の殺人犯はファミリーの中に潜む裏切り者である可能性が高いからだよ。君が以前矛先を向けたのはあの巡回レンジャーだった。あれは口実だよ教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してもらう必要があったんだ。僕たちが行動するとき視野の外の変数は少ない方がいいからね。それに彼女が何者かを知る必要もあった。僕の幸運が本物なら彼女はきっと重要な駒になる。そして今回の件で僕を助けてくれる友達は多ければ多いほどいい。でも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解に変わりはない。きっとファミリーの内部で何か問題が起きてるんだ。そうじゃなきゃサンデーが水面下で私的な面会をセッティングすると思うかい？これは取り調べじゃなくて秘密の交渉なんだよ。見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を取り戻してみせる。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら、たとえ可能性が限りなくゼロに近かったとしても迷う必要なんてない。そうだろ？このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ。チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようですね、カンパニーの使者。お世辞をどうも。あれだけの手間をかけて歓迎してくれたことに感謝するよ、サンデーさん。ただこれは誠意ある招待とは思えないね。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから。話し合いを始める前にあなたの品性を試さなければなりません。おそらくあなたのそばにいる博学なご友人にいろいろと助けてもらったのでしょう。ああ、そのことは僕よりも君の方がよくわかってるはずだ。彼は自分の役割を忠実に果たした。そうだろう？ええ、先日教授はアベンチュリンさんの高貴な人柄を保証してくれました。あなたも教授同様正直な心を持っていて、ファミリーが信頼するに値すると。今あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉で寛大で
協力的だ。そして数々の障害を乗り越え私の前に現れた。これだけでもあなたの知恵と勇気を信じる理由になるでしょう。ですが、一つ聞かせてくれませんか。あなたの才覚が誤った方向に使われ、会うべきではない人物に出会い、現れるべきではない場所に現れ、起こるべきではない惨劇を目撃したことについて。顔色があんまり良くないね。一応確認するけど、君を苛立たせているのは僕かな。もし違うなら、僕は君の味方だ。私の理解が間違っていなければ、今の言葉、ファミリーを激しく非難しているように聞こえたのですが。その理解で合ってるよ。だって、君のそばでは静かに悪が増長してるんだから。腹の探り合いはやめて、妹さんのことについて話そう。彼女の才能は芸能界でも右に出る者がいないほどのものだ。でも君も知っているように、ピノコニーに戻ってから彼女の声はずっと不調だった。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないということだ。これは誰の仕業なのか。みんな犯人は外部の人間だと思ってるけど、僕は知ってる。君の心の中には別の答えがあることをね。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の仇を討つことができなくなっている。君は孤立無援だ。だから激しい焦燥を感じてるんだろう。でも心配することはない。僕は君の味方だから。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つ確認させてください。あなたのように私欲がなく寛大な方なら、見返りなど求めませんよね。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻したいだけさ。好みの自由、ファミリーが保管している携行品、あの謝礼金、そして奇跡の入った箱。その通り、奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、生産のエキスパートたちが一つずつ持っていると聞いています。それほど貴重な品なら、他のどんな報酬よりも価値があるのではないですか。でも君も知ってるだろ、真実を明らかにするためにはある程度の高いリスクがつきものだって。アベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか。ネクタイはまっすぐに、シャツはベストから出ないように、スラックスのラインは直線になるよう保ち、常に靴の先に合わせるといった具合に。もちろん。そうですか。ですが私は違います。なぜならそれは適切ではありませんから。本来なら外に出る前に全てを整え、決してずれないようにしなければならないのです。私はいかなるリスクも犯さない。奇跡はファミリーが保管しなければなりません。少しも相談の余地はないのかい。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。さすがにそれは返してくれるだろう。商人は交渉のカードがないと何もできなくなってしまうからね。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方がチップを必要とするものです。謝礼金をお返しするのは構いませんが、その前にあなたの口からはっきり聞かせていただきたい。
あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているのですか？三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした？調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。そしてあなたには私の信頼を得るために身の潔白を証明する時間が113秒与えられる。僕が答えることを拒否したら？それでは調和があなたを拒絶するかどうか試してみましょう。質問、あなたは奇跡を持っていますか？ああ。簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しましたか？ああ。あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか？ああ。今あなたの奇跡はこの部屋の中にありますか？ああ。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓えますか？これにはガーデン・オブ・リコレクションの技術を含みますが、それに限りません。ああ。あなたは、スガンニアのエビ金属ですか？ああ、って、そんなことまで知ってるのかい？エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり、改変、操作したりする能力を持っていますか？ないね。それが何か関係あるのかい？あなたは自分自身よりも家族を愛していますか？ああ。エビ金人は全員ある虐殺によって命を落としました。いや、あなたは一族で唯一の生き残りですか？あなたはこの世界を憎み、自分の手で滅ぼしたいと思っていますか？わからない。興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか？もちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。これはあなたの名誉を守る最後のチャンスです。探していたものですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中でファミリーの味方になるということでよろしいでしょうか？
なぜ僕を引き入れられると思うんだ。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。そして私は知っている。あなたが何よりも知識の追求を優先する真の学者であるということ。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも知っているだろう。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことは、あなたもよく知っているのではありませんか。言ってみろ、僕に何をしてほしいんだ。アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を取り合っていると聞いています。もう少し分かるように言ったらどうだ。アベンチュリンさんが差し出した奇跡は本当に彼のものなのでしょうか。彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎだ。彼らにとってあれは命よりも大切なものなんだぞ。ですが彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょ。勢いがある分警戒もしなければなりません。彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく、君は一度精神科医に見てもらった方がいい。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。僕はその中に含まれている。お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか。クリフォトの生体の光と同じ色ですね。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の赤心は自分の意志で軌跡を掘り、唯一無二の輝きを放たせる必要がある。それを君に教えたりはしないだろう。そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉、砂金石ではない。どうする、彼を問いただすか。まだその必要はありません。それよりも私は彼の軌跡が今どこにあるのかを知りたいですね。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。最初からあの軌跡は君の手の中にあったんだ。なるほど。このバッグ、命よりも大切な軌跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは、いかにもアベンチュリンさんらしいやり方ですね。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。これは賭けだ。彼は一歩間違えれば全てを失うと分かった上で賭けに出たんだ。博識な教授、ご協力ありがとうございました。ファミリーは必ず恩人に報いると約束します。
ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。石をこの野郎本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間はあと17システム時間です。この時間を大切にして、失敗の余韻をしっかりと味わってください。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、洗礼を審判に変えてしまいました。私にはそれを解く理由がありません。これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにあるものですが、私はあなたの不屈の心を見て新たな生の可能性を授けることにしたのです。この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あなたに与えられた道は2つだけ。それは約束の期限内に私の試練を達成できるかどうかにかかっています。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったのです。どっちにしても僕の末路は変わらないみたいだな。確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は内部から粛清を行い、17システム時間以内に真犯人を捕らえる。その時が来たらあなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することができれば、祖は本当の慈愛と誠意をあなたに与えてくれるでしょう。恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって？そんなの不公平だ。君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ金がなければ何もできない。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。その安っぽい宝石で全てを手に入れられるでしょう。それこそギャンブラーが最も得意とすることではありませんか？さあ行ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。私はここで吉報をお待ちしています。つまりこの会合は取り調べでも何かの話し合いでもなく、ただの死刑だったってことか？まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然彼女の殺人現場に現れた通りすがりの人物が何を発見できるのかをね。ああそうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？あなたは
本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？カカワーシャ、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない！こんなネックレス、食べれるわけでも飲めるわけでもない。これがなくても生きていけるけど、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカティカ人たちには近づかないって約束していい？お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから。あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。お姉ちゃん、ごめんなさい。僕、お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを責めるつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困は地母神の試練。でも地母神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、全てのエビキン人にとって最も貴重な宝物なの。あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。わかった？言うことを聞いて地母神に誓うの。分かった。僕は地母神に誓ってこの財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら。お父さんが竜鎖に飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お父さんは地母神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに。お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間まで地母神に許しを求めてたのに。お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕にはわからないんだ。全ての雨が地母神の許しと恵みだって言うなら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。